ってないけど、初めて聞いたんだけど。マジですか？いや、多分分かんないですよ、2人ともの子供じゃないから。山本選手は母親の子供。で、遠藤選手はインディアンのカレー。シーズン始まったばっかりですけど、結果だったりとか、そういうとここだわって頑張るので、1年間熱い応援をよろしくお願いします。ということで、今回はこの3名に来ていただきました。よろしくお願いします。番号は19番、フォワード山本修介です。はい、よろしくお願いします。そして背番号21番、八田智恵です。はい、八田です。背番号20番、遠藤正義です。遠藤さんです、よろしくお願いします。こちら、どうぞどうぞ。こちらのフリップにもうね、もう動画も出てますんで見ていただいているとは思うんですけれども、質問に答えていってもらおうと思います。それではもう早速一つ目からいってみたいと思います。こちら、人に自慢できること、過去ね、動画出てますけれども、いろんなこと書いてる選手いましたよね。特技でもいいですよね。人に自慢できることなんで、特技で全然いいですよ。例えば教員免許持ってますとか、なんかそういうのでもいいですし、逆立ちで15メートル以上歩けますとか、身体能力系でもいいですし。さあ、山本選手、人に自慢できること、はい、どうぞ。マット運動。マット運動。マット運動。ちょっと待って、ないけど。初めて聞いたんだけど。マジですか？だから倒立とかハンドスプリングとか、僕高校の時学年1位やった。そのマット運動のあれで、体育で。ちなみにその高校っていうのは結構体育会系の全然そんなんじゃないですけど。あ、じゃないんですね。まあでも僕らの代はサッカー部選手権出て、野球部甲子園出て、お、すごい。バレーは春高ベスト4行った。結構すごい。お、そういう体育系のクラスで、はい、1位やったんですよ、その中で。はい、すごい。これはすごいね。いや、すごい。ちなみにそのマット運動の中でも特に得意だったものってあるんですか？ハンドスプリング。ハンドスプリング、はい、ハンドスプリングってどんなんだ？なんかスローインとかやるじゃないですか。はいはいはい。打って回ってこうビューンで投げる。あ、ボールも、ボール持ってなくて前中みたいな感じの。はい。はぁ、すごい、意外。じゃあもしかしたらね、ゴール決まった時なんかはパフォーマンスで、確かに、確かに、ハンドスプリング見れるじゃないですか、はい、これやれたら。怪我だけは言ってます。はい、それで怪我した恥ずかしいですかね。さあ、続きまして、八田選手。はい。さあ、人に自慢できること、どうぞ。まあ、ベタに救命機を持ってる。あ、本当に持ってるんですか？救命機持ってます。ちなみに何の教員なんですか？保健体育。保健体育。福岡の時にしっかり教育実習も3週間ほど行って、はいはいはい、中学生にしっかり体育を教えて免許取ってました。すごい。中央高校ね、鹿児島中央高校からプロが出るってすごいことなんですよ。いや、多分分かんないですよ、2人とも。本当に分かんないから地元の頭のいい公立高校からプロが出るみたいな感じ。新学校から。そう、新学校から。なんならプロじゃなくて、進学校から日本代表の選手が出るって見ましたよ、この動画。あ、この動画、動画見てくれてるって。ありがとうございます。さあ、そして遠藤選手、自慢できること、どうぞ。字を書くこと。字を書くこと。綺麗に、綺麗に。あー、びっくりしました。今ひたすらもうひたすら字を書くことが。綺麗に字を書くこと。皇室とか習字とか習ったりしたんですか？独学で。独学で。独学なの。高校の時に結構板書とか綺麗に書いて。それは楽しいんですか？黒板の物写しとか。楽しかったですね、当時。YouTube とかでも見て。YouTube で字の勉強する動画を見て。で、研究して。どこを目指してるんですか？いや、高校の時ですね。結構極めました。なるほど。日々の生活の中で、あ、これ楽しみだな。例えばサッカーの練習終わって、あ、これ楽しみだな。ミクト選手とかは、例えば練習場に来るまでの桜島が見える、海がキラキラ光ってる、景色が綺麗だな、それが楽しみだみたいなのも言ってましたし。じゃあまず八田選手からいきましょうかね。はい、八田選手、これは楽しみだ、どうぞ。家でのネットフリックス動画鑑賞。なるほどなるほど。これ米澤選手と同じですね。あ、マジですか？はい、米澤選手もネットフリックス大好きなんで。米沢からすぐコメントが来ますね。なんかそういう、ね、SNS で上げると何がおもろかったと。この間それこそ上げたやつに特に3話が面白かったよ。まあ先に言っちゃったじゃん。なるほどなるほど。ちなみに今ハマってる動画、あ、それこそ吉野浜、はい、その辺がこうおすすめしてくれたトークサバイバー。トークサバイバー、多分みんなあれは面白い、あれは面白い、あれは面白い、あれは面白い。おおおおちょっと待ってくださいよ。今、うんうんうんって言ってましたけど、がちょっと弱いですね。
映画じゃないんだよね。ドラマ的なコメディーですよね。バラエティ系の。ちょっとなんか途中でアドリブ入ってお題に対した話をみたいな。ああ、なるほど、なるほど。滑らない話的な感じに近い。だけど、こうちょっと台本みたいになって、ドラマに立てて進んでいく。あんまり、あれですね。見てられない、見てられない、見てられない。見てられない映画って、映画とかもなんか、いや、逆に止まんないはずなんですよね。ありがとうございます。山本選手、これは楽しみだ、お願いしますどうぞ、はい、音楽を聴いていると。あ、出た。あ、楽しいって思う瞬間。いろんなシチュエーションがあって、はい、練習の行き帰りとか、車の中でコーヒー飲みながら音楽聴いてくるんですけど、はい、あ、この生活いいなと思ったりとか、あ、ふとした時に、ね、はい、なるほど。とか、あと僕、風呂にもうお風呂用のスピーカー置いてるんですよ。お、防水の。だからその時はお風呂のスピーカーで音楽流してる時とか、なんかいろんなシチュエーションで音楽聴いてる時が幸せだなって思う。うわー、かっけー。ちなみにじゃあお風呂で聴く一番最近聴いた曲、僕ヒップホップ好きなんですよ。はいはい、岸和田のラッパーに天獣ニーっていう、ほうほう、めちゃくちゃいい曲作ってるんで。そうなんですね。聴いてください。ありがとうございました。最後、遠藤選手、これは楽しみだ、どうぞ。僕、クラッシュロワイヤルっていう。あ、わかった。これ携帯ゲームでしょ。スマホゲームなんですけど。はいはいはい。ちょっと今同期、それこそ福田とか渡辺、クラッシュロワイヤル、これちなみに簡単に言うとどんなゲームなんですか？まあ戦って勝って、まあ戦って勝って、まあ戦って勝って、だいぶざっくり、まあまあ今言ってしまったからですけど、世界的なゲームなんですよ。 e スポーツもあって、オンラインでも誰に当たるか分かんないって。なるほど。常に世界の人と繋がってるから。まあ言ったら言ったらこれまあ言ってしまえば一番好きなもう食べ物ですね。僕はちなみに山形屋の片焼きそばとか、あとはですね、万象園っていうお店がね、あの白波スタジアムの近くにあるんですよ。そこのね、スーラータンメン酸っぱ辛くて美味しいんですよね。さあ、できましたね。遠藤選手、お願いします。インディアンっていう、はい、地元にあるカレー屋さんなんですけど、北海道です。北海道の、ほう、もうそこにしかない感じなんですけど、これを超えるカレーにはまだ出会ってます。え、そんな美味しいんですか？いや、多分レベル違います。ちなみにそのどういう感じのカレーなんですか？ドロドロした。あ、ドロッとしたスープカレーとかじゃなくて、じゃなくても普通のカレー。具もいろいろトッピングできるんですよ。はい、僕はエビトッピングなんですけど。あ、エビが好きなんですね。なるほど、ありがとうございます。はい、さあ、ハッタンド選手、はい、世界の終わり、最後に食べたいご飯は何でしょう？どうぞ。お寿司。お寿司、やっぱ美味しいお寿司が好きで、ね、年頃になってます。ああ、もういい年になってきたと。はい、どちらかというと肉から魚派になってきた。そういう男、年頃になってきた。年多いですね。多いですね。やっぱもう最後はもう贅沢に美味しいお寿司をカウンターでね、食べたいですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。さあ、最後まで必死に書いておりますけれども、山本選手、はい、世界の終わり、最後に食べたい、さあ何、どうぞ。やば、これはもう本当に母親のカレー。うわー、ちょっと待ってください。これなんか最後自分だけなんかさ、いや、山本選手は母親のカレー、はい、で、遠藤選手はインディアンのカレー。お店です。あ、お店のね。お母さんのカレー美味しいんですか？やっぱりなんか多分最初に食べたカレーは母親じゃないですか。あ、はいはいはい、だからもうなんかその最初に食べたカレーの味が忘れられないっていうか、あのゴロゴロ野菜が入っててっていうのがなんかやっぱ一番。確かに、まあ、しかも最後に食べるってなったらね、最初に食べた母親の味をまた最後も噛みしめると、はい、いやー、これは熱い男じゃないですか。最後になんか急いで駆けつけてよくそんな顔でお前言うのは。どうぞ、カットがある。全部使わせていただきますね。大丈夫です。サッカー選手じゃなければ自分は何になっていたんだと。僕は多分自分でなっていたもので、まあ、野球選手か、まあ、F1 レーサーか、歌手か、芸能人か、うん、保育士かっていう感じなんですけど。めちゃめちゃ多いです。それ願望もありなんですか？こういうのになりたかった。あ、全然いいと思います。みんな気になりますね、これ何になっていたかね。俊介君ができました。はい、できました。それでは山本選手、はい、サッカー選手じゃなかったら何になっていた、どうぞ。よし、すごい。
本当ですか。いや、画体的にもなんかこう、風貌的にもなんか似合いそう。僕の地元は山口県の北部にある海側のとこなんですけど、はいはい、漁師町っていうか、海がもう目の前にあって、はい、僕のじいちゃんも船持ってるんですよ。おなんかそういう光景とかがこう近くにあったんで、一番ピンとくるというか、漁師かな。リアルになってただろうなみたいな感じ。そういう町で生まれたから、漁師なのかなっていう。リアルリアル。ちょっと山本選手、一つ一つのエピソード、質問に対してしっかりしてらっしゃいますね。なんか予習してきたんじゃないかと。素晴らしい、ありがとうございます。そういえば釣り好きですもんね。よっ、まあ、違いました。違う、そんなに一かすいません、人違いでした。すいません、ごめんなさい。それでは、八幡田選手、はい、サッカー選手なかったら何やっていた、どうぞ。まだ、川野先生。あー、ここもリアルなところですね。ちっちゃい時からサッカー選手になりたいなりたい言って、まあ漠然とつけサッカー選手の引退したさ、先生なりたいなと思って、ほうほう、大学行って免許取ったんで。そうかそうか、これが一番ショックでした。あー、さあ、そんな中、遠藤選手は何になっていたか。さあ、遠藤選手、サッカー選手じゃなかったら何になっていた、どうぞ。整骨院。整骨院の、整骨院の先生じゃなくて、先生やってる人、整体師みたいな。あ、ていうか、字綺麗。頑張っすか。字綺麗ですね。時間かけてやったんです。すごい。え、研究してるから。整骨院で、例えば自分で整骨院開いて、あ、そうです、来た人をこう施術する。もう落ちたかった。ほうほうほう。高校の時サッカーやるかやらないかみたいな。ほう。けど嫌があって。はいはい。やんなかったら多分こういうところ。ちなみにどんな先生になりたいんですか。それこそ小中の時に通ってた地元の人がマジで優しくて、はい、そこに憧れを持ったのはちょっとあって。あ、そうなんですね。どんな方でしたか。分断というか。はい。分断というか。はい。分断というか。はい。なんか誰にでも。すいません、ちょっと今声が小さいな。誰にでも優しいみたいな。ああ。温厚な。温厚だったらちょっと温かいね。温厚な人。温厚な人。あ、で、信頼できる人。ああ、なるほど。ありがとうございます。例えばもう昔の選手とか、ブラジル代表のロナウドとか、ロナウジーニョとか、本当にいなければいないでもいいですし、全然そこはもう、素の自分を出してください。それでは、八幡田選手からいきましょうかね、今回。さあ、この選手、好きやわ、教えて。モドリッチ。あ、モドリッチ。レアルマドリード。なるほど、遠藤選手も納得ですよ、モドリッチ。はい。はい。あ、ぽい、ぽいですよね。いや、やっぱりまあ、体格というか、まあ、技術だったり、うん、まあ、あともう単純にプレーがなんか好きですね。はいはいはい。でもモドリッチは、まあ、選手誰って言われたら、もう結構ずっとモドリッチかな、ここ。あ、もうずっと何年か。そうなんですね。はい、それこそ昔アイマールとか。おお、アイマールとか知らない。アルゼンチン代表ですよね。知らない、そう。え、アイマール知らないですか。知らない。いや、アフロのさ。アイマールね、バレンシアとかにいましたよね。そうそうそう、はいはいはい。アイマールとか、ベルシルバ。はい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 。ああいう選手が好きで。なるほど。はい、ありがとうございます。さあ、山本選手、好きな選手教えてどうぞ。元日本代表の大久保嘉人選手。おー、はいはいはい。試合する前からこの人とマッチアップしたくないなって思われるようになりたいみたいなのがあって、はいはいはい、まあ、日本だと、まあ、大久保選手で、海外だと僕イブラヒモビッチ選手。おー、やだやだやだ。やる前からいい意味でも悪い意味でも、もうこの選手とはやりたくないなっていう印象を与えたいっていう、その自分の願望みたいなのに当てはまるのがこの大久保選手だったんで。なるほど。という理由にしました。いやー、素晴らしい、ありがとうございます。いやーね、面白い。さあ、遠藤選手、この選手好きやわ、教えてどうぞ。本当しょうもないんです。はい、しょうもないんです。はい、しょうもないんです。はい、しょうもない。ちょっと待って待って、しょうもないって言ったらメッシがしょうもないって言ったら。ベタ、ベタ。あ、ベタで申し訳ない。あ、すいません、ごめんなさい、びっくりしました今。はい、それなぜメッシ選手なんですか。サイズ9ちっちゃいんで、はいはいはい、ちっちゃくてあんだけプレーできるっていうのは憧れでしょう。なるほど。得意なものも一緒、ドリブルですしね。ちっちゃいのを最大限に活かしてるというか、憧れです。いや、期待してますからね。ありがとうございます。鹿児島のメッシになってください。はい。ヘラヘラしてんな。
ハッタンタ選手はね、結構去年の5秒クエスチョンとかでもね聞いたりもしてましたし、大体わかるのかなと思いますけど、山本選手、遠藤選手がね誰って言ってくるのか、特に遠藤選手なんかね結構モテてますからね、同期に。じゃあハッタンタ選手書きましょうかね。この選手と一番仲良し、はい、どうぞ。まあ、一人だったらまあ砂森ですかね。まあそうですよね、砂さんですよね。去年も言いましたけど、ね、はい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 。まあでも結構その他にも仲良い選手です。まあ同期だったらやっぱそこ、はいはい。でまあ砂のまあホンダとかの繋がりの白の、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ砂森選手ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ遠藤選手、はい、これちょっと気になりますね。いや迷いました。さあ遠藤選手、この選手一番仲良し誰、どうぞ。クトですかね。渡辺英介選手、はい、悩んだんですけどね。これはちなみに、まあ、本当僅差だったと思うんですけど、なんでこのミクト選手なんでしょう。まあ、家近いっていうのがやっぱでかくて、一緒にご飯とか、なるほど、あ、一緒にいる時間が長い分やっぱりこう仲いいなって感じ。そう、ありがとうございます。すいません、はい、さあ、はい、山本選手一番仲良し誰、どうぞ。米澤レイ選手です。ほー、なるほど。それこそ、まあ、最近結婚したんで結婚祝い買ったりとか。なるほど。僕誕生日もうちょっとなんで誕生日プレゼント買ってくれたりとか。え、そういう仲なんですか。そうですね、ご飯をプレゼントもらったりとかしてたんで。なるほど、まあ、レイさんかな。レイさんのちなみにどこが好きですか。一つ挙げるなら、なんかそのファンの皆さんはツンツンしてるっていうか、ね、クールな感じですけど、はいはい、クラといる時はなんかそれこそおちゃらけというかすごい笑いますし、いじられたら意外と可愛い一面もあります。あ、喜ぶ的な、はい、あ、なるほど。なんかまんざらでもない感じが、なるほどなるほど。さあどのチームっていうのを、まあ、いろんなね、なぜっていう理由はあると思うんですけれども、木出選手は同じ大学の同級生だったり先輩がいるからとか、古巣、そうですね、古巣とかも多かったですね。ただ遠藤選手、山本選手っていうのは鹿児島がスタートなんで古巣はないので、この辺はちょっと気になりますけど、じゃあ遠藤選手からここには負けたくない、どうぞ。 ISCC。 ん？ ISCC？ はい、これなぜでしょう。大学が神奈川で、ああ、はいはい、後輩でやってて、ちょうど4年目ではそれこそ決勝で負けてっていう張りがあるの。あ、4年生の時に、はい、なるほど、リベンジ。ああ、なるほどなるほど。天皇杯で負けて、はい、鹿児島でプロとしてまたリベンジしてやろうと。そうですね、いやー、いい、初のエピソードです、これは。はい、ありがとうございます。じゃあ、八田選手、はい、お願いします。鳥取。鳥取、これはなぜでしょう。ジョンソンさんが今、なるほど、やられてるので、はい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 、僕も鹿児島で2年間一緒にプレーさせてもらったので、はいはいはい、ジョンソンさんの作るチームすごいと思いますけど、中では特にこうやるなら負けたくない。なるほど、そうですね、はい、成長した姿もねまた見せられたらと思いますし ね、 すね、ありがとうございます。さあ、はい、山本選手、このチームには負けたくない、どうぞ。松本山雅です。お、なぜ松本山雅なんでしょうか。やっぱり J リーグの中でもなんか有名なあのサポーター、はい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 、はい、やっぱりああいうチームでアウェーで自分がゴールを決めてこう、はい、あのサポーターたちを黙らせたいっていう。おお、なるほど、はい、まあね、結構もう満員になりますから、はい、決めた瞬間シーンってなりますからね。それをちょっと経験したくて。なるほど、いやストライカーらしい発想で。シーズン始まったばっかりですけど、まだまだこのチームは成長できると思いますし、自分も去年以上の成績を残して必ず J3 優勝、J2 昇格を皆さんと共に成し遂げたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして遠藤選手、はい、行きましょうか、お願いします。まあ、今年から新加入なので、サポーターの皆さんに名前を覚えてもらうために結果だったりとかそういうところこだわって頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、最後八田選手、はい、お願いします。いや、もう二人がいいこと言ってくれたんで、ね、はい、まあ、ないんですけど、もう本当に鹿児島のサポーターも毎年本当に熱い応援をホームでもそしてアウェーでも本当に遠いところでもたくさん来てくれて、まあ、いつも本当に感謝します。今年開幕戦も、まあ、すごい雰囲気を作ってくれて、僕たちは後押ししてくれているので、まあ、今年1年間選手やチーム、そしてサポーターの皆さんと共に、最後笑顔で終われるように頑張りたいと思いますので、1年間熱い応援をありがとうございます。ということで、今回は
はい、山本選手、そして八幡田選手、そして遠藤選手に来ていただきました。ありがとうございました。